あそれではいよいよ名イベント第6試合です。成瀬正幸の復帰戦です。これ陣羽織ですか？そうです。これ家紋が入ってますけど、これ成瀬さんのお家の家紋？僕ん家 の丸に桔梗の家紋で、あの坂本龍馬と桔梗つながりなんです。なるほど。で、そして後ろには漢字1文字が入っています。今日、まあ、ね、フルーという字が入れています。はい、これはもう特別な何かこの試合にかける自分の気持ちなんでしょうね。はい、これを背負っての戦いということになります。この時の気持ちを一言、どんな気持ちだったんですか？まあ、ライトが眩しかったのと、でも緊張めちゃくちゃしてましたね。今まででデビューしてから一番の緊張だったんで、まあ、花道立ってももうダメで、でもあのファンの声援であの緊張が解けたんで、はいはい、だから最後 のファンの存在のすごい大事さっていうか、あのありがたさを身に染みましたね。本日のメインイベント2ラウンド一般勝負を行います。この時まだ緊張してましたね。でもそうですか。青コーナー180センチ95キログラムリングスオランダリカルドフィエーター。いつものようにふてぶてしい態度でコールを聞きます。リカルド・フィエート。赤コーナー173センチ87.5キログラムリングスジャパン成瀬正幸。そして1年9ヶ月ぶりの試合であります。成瀬正幸、この時のセコンドで、はい、あの山本と高坂とあとカメラさんついてくれて、はいはい、まあ、嬉しかったですね。ああそうですか。はい、さあ後ろ盾はもう十分であります。あとは自分がやるだけという感じですね。これちょっとあの相手のフィエートがワセリンですよね。そうですね、熊子さん、ちょっとつけすぎたんですよね。はい、この時僕もあの足乗っけてやろうかなったんですけど、フィエートみたいにトップロープにちょっとね、はい、まあ、乗るでしょうけども、試合、大事な試合前ですから、それは自重したようです、はい、さあこの選手も奇抜なヘアスタイル、フィエートはもう皆さん同じだとは思いますが、スリナムの出身でありますリングスオランダー。さあ試合が始まりました。もう試合が始まったらもう成瀬さん大丈夫でしょう。緊張感取れたね。まだ緊張してましたね。ああそうですか。おっといい、まあ、これは別に、はい、あでも一瞬聞きました、聞いたかもしれないですね。ああそうですか。今ね蹴りをちょっとつかまれましてパンチをもらいましたけども、まあ、セコンドの声を聞こえてましたね。でもまあ、タイミングで、自分が倒れたのは決してその焦りにはつながらなかったと。あそうですね、逆にあれで気持ちがスイッチ入りましたね。あなるほど、はい、そういう意味ではいい一発を、ね、もらったかもしれませんね。ちょっと挨拶代わりという感じでありますが、おこれどうだったんですか？これもだから食らったんですけど、はい、別にこう足には来てなかったんで、今バックステップの途中だったんですよね。そうですね、あとやっぱ自分がローをもっと踏み込んでいければよかったんですけど、もうビビって踏み込みが甘かったんで、だからこうやってよくこけたと思うんですよ。ちょっとバランスが揃っちゃった、足が揃っちゃったような状態になったんでしょうかね。フィエータもカウンター狙いですね。あ右のパンチになったのよく分かりましたね。タックルに来ました。さあグラウンド、グラウンドに持っていきましたらどうでしょう。今現在のフィエータどの程度の熊本さん実力あります？そうですね、まだやはり日本人選手のですねやっぱレベルが達してないと思いますね。はい、怖いのはやっぱ代理ですよね、うん、はい、パワーですよね。まだディフェンスはやっぱり、結構でいいと思うんですけども、はいはい、まあ、先ほどもね成瀬さんも2つノックダウン、ノックアウトには繋がりませんでしたけども、挨拶代わりのパチンパチンというパンチをもらっています。そして最初の右のパンチ結構効きました、ね、あそうですか、はい、やっぱり嫌がってるから、そうもっと締めてになる、まあ、先ほどから言っていますように成瀬さんはこの KOK の現在のリングスのスタイルになってからはこれが初めての公式戦と、はい、いうことになります。でも十分あれですね、全く違和感ありませんから、熊子さん当然ながら練習してますからね。そうですね、ですけども最初もっとこうバンバン打ち合うんじゃないかなと思って、はい、ちょっとヒヤヒヤしてたんですけどね、まあ、タックルに行ってグラウンド持ち込みましたね、はい、山本が指示を出しています。そうそう前腕で大体引き出してるから当然ながらこういうのもちゃんと耳に入ってきましたでしょ。そうですね、もうすぐ目の前にいたんで、フルカウントフルカウントで
ナイスサイドでサイドナイスナイスサイドサイドサイドに行こうしようという時、うん、そうサイドに移るの待ってましたね。ついてきましたね、はい、まあ、この辺も練習した通りだったんで、はいはい、これもしっかりと密着しましてついていきました。足かばしてアング取れるか。まあ、見ててあのセコンドの声がやはりすごいよく聞こえてるなっていうのを感じましたね。これアキレスですね。アキレスですね、はい、決まると思ったんですけど、はい、あの自分のポジションが悪かったのと、まあ、フィエトの足が長いんでこうやってあの引き寄せられたっていうか、決まりかけてはいると思うんですけど、はい、僕のポジションが悪いですね。また締めてる、また一回取り直す、体勢立て直す。あ、でも結構我慢してると思うんですけど、はいはい、そうそう、まあだからここから膝十字行けって最初言われたんですけど、腕が抜けなかったんですよ、これで今抜けたんで足首に変わってアンクロード足首固め、はい、つま先つま先、このボディパンチ強いですね。あ、これでタップです、ギブアップです。あ、口の中ちょっと切ってるようですね。しかしこれがあもう久しぶりの勝利ということになりました。長い長いブランクから抜ける一戦でありました。成瀬正幸ちょっと呆然としちゃいましたね、自分でしばらくほっとしたという感じですか。そうですね、もう嬉しいというのもほっとしたというのがとにかく、いい感想ですね、まあ、ファンからの大きな声援ももらい、そして、チームメートからはセコンドから指示を出してもらい、そしてこの勝利が生まれました。成瀬正幸一時は本当にあのドクターから引退勧告もされたそうなんですけども、まあ、本当この日リングに立てること自体奇跡だと、はい、本当に奇跡が現実になった感じですよね。まあ、この音楽流れてやっと我に返ったっていうか、この音楽は直樹さんのあれの希望ですか、リクエストですか。そうですね、自分が今年のはい、年越しサンドバッグ打ちをやったんですよ、暇だったんで、でその時にあのラジオから、はい、あのサザンが道場の近くのヨガマリナでサザンのコンサートやってて、これでカウントダウンやって、だからあ今年は一体本当に復帰できるのかなと思って、自分でもそのこの歌に対するなんか印象がすごい深くて、だからリングスのスタッフにも勝ったらこの歌を流してくれっていうのをお願いしたんですよ。あ、そうですか、はい、本人が成瀬さんが思い描いた展開になってまいりました。これマイクを今要求しています。さあ山本に何か言えって言われたんですよ。さあじゃあお聞きいただきましょう。今日は今日は自分のためにこんだけお客さんが座っていただいてどうもありがとうございます。なんとか勝てました。自分でも今日この場に立てて勝ち名乗りを受けられることは半信半疑分かりませんでしたが、今日僕はこの日が自分の最後の戦いの日だと思って覚悟してやってきました。皆さんどうも今までありがとうございました。あれという意味深な最後終わり方になってしまいましたが、ナスさんこれで終わっちゃうわけじゃないですよね。はい、まあこれ言葉が足りなかったですね。試合終わってちょっと飛んでたのもあるんですけど、今のリングスのレベルがすごい高くなってるんで、はい、自分のやっぱ手術してこうやって直した体ですけど、通用するかどうか分かんないんで、だからまあ通用しないんだったらこの試合で、はい、ダメだったらもう潔くすっぱり諦めようと思ってたんですけど、そういったね気持ちがちょっと強く出て、そうですね、言葉足らずになっちゃったかもしれませんね、はい、まあでも熊子さん場内騒然となりましたが、はい、安心しましたね、はい、そうです、安心しましたね。ということで奈良さんこれからね、怪我も癒えたことですし、どんどんとね素晴らしい試合を、皆さんにアピールしていっていただきたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。解説は奈良瀬正幸さん、お客様ですね。そして解説は熊久保秀樹さんです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、なんとか勝てたんで嬉しいですけど、勝てるかどうかっていうのはもうずっと最後の決まった時のゴングが鳴るまでは
自分の半信半疑だったんで、ちょっと信じられないですね。その今までの1年9ヶ月間のもう腰にメス入れて、でまあ医者からもダメだって言われてたんで、まあ本当自分で結果出すしかないですからね、それを覆すのは。だからまあほっとしたのが実感です。これと最初に呼びます、はい、正直言って試合やって10日前にここ僕肋骨を折ってんですよ、練習で。で今日痛み止め金原さんがね折ってもやったから、僕も折ってもやんなきゃダメでしょ。だから痛み止め打ってやったんですけど、やっぱこの腰よりもこっちのダメージがきつくて、咳とかくしゃみでも響いてたんで、今日はだからすごい不安だったんですよ、正直言って。昨日もほとんど寝てなくて、だけどリングインした時のみんなの歓声で全部それがエネルギーになって後押ししてもらったって感じですね。だからみんなに感謝です。今後の展開というか、まあ次からは中量級があるから、とりあえずはそれで勝っていかなきゃいけないですけど、でも中量級もそうですけど、僕は無差別の方にもどんどん挑戦したい気持ちはもうありますね。別にでかくても KOK ルールは1本取れば勝ちですから、チャンスあると思うんですよ。だからそういう意味ではヘビー級も中量級もまあどんどん挑んでいきたいですね。